鳥山石炎、金尺がと俗百鬼より、船幽霊、川辺共祭が、先道と、船幽霊。海坊主のような妖怪が、船幽霊と、解釈されている一例。土佐化け物絵本。開花となって現れる、船幽霊の一例。船幽霊、船幽霊は、日本全国各地に伝わる会場の幽霊が怨霊となったもの。江戸時代の怪談、追筆。 近代の民族資料などに多く見られる。山口県や佐賀県では、あやかしと呼ぶ。被釈で水を汲み入れて船を沈没させるなどと、信じられた幽霊。水難事故で他界した人の慣れの果てと言い,い、人間を自分たちの仲間に引き入れようとしているという。その害を防ぐためには、握り飯を海に投げ入れたり、底の抜けた被釈を用意したりするなどの方法が、伝えられている。 土地により、猛蛇船、暴挙、あやかしなどとも呼ばれる。同様に海の怪異として知られる海坊主も、地方によっては、妖怪ではなく船幽霊の一種とされる。その姿は、地方や伝承によっていくつかに大別され、船と亡霊が、水上に現れるもの、小船など船そのものが亡霊として現れるもの、人の乗っている船の上に、亡霊だけが現れるもの。 海坊主や海花として現れるもの、山や断崖などの幻影や海温現象として現れるものなどがあり、以上の現象のいくつかが組み合わさった例も見られる。海上での伝承が多いが、海のない地方でも川、湖、沼に現れたとも言う。高知県に伝わる鬼火の一種、ケチヒモ船幽霊とみなされることがある。現れるのは雨の日や新月、または満月の夜、 湿気の夜や霧のかかった夜が多い。船として現れる場合は、船幽霊自体が光を発しているので、夜であっても船の細部まで確認できるという。また、盆の16日に操業していると死者が船べりに近づいてき船を沈めようとする。他にも霧の濃い晩に船を走らせていると目の前に、絶壁、あるいは滑車のない帆船が現れ、 慌てて避けると転覆したり暗礁に乗り上げるので、構わずまっすぐ突き抜けると自然に消えてしまう。船を沈ませようとする以外にも、高知県旗群大月町では、船のコンパスを狂わせるといい、富山県では北海道へ行く漁船に船幽霊が乗り移って、乗員の首を締め上げるという。愛媛県では船幽霊にあった時、それを避けて船の進路を変えると、座礁してしまうという。 また、かつては悪天候の日には、船が遭難しないよう、陸地でかがり火を焚いたというが、船幽霊が起き火を焚いて、船頭の目を迷わせ、この日に近づくと海に飲み込まれて溺死してしまうという。船幽霊を追い払う方法も土地によって様々な伝承があり、宮城県では船幽霊が現れた時、こちらの船を止めてじっと睨みつけると消えるとされる。 竿で水をかき回すと良いとも言う。海に物を投げ込むと良いという説も多く、神津島では、香花、線香団子、千枚水など、高知では灰屋四十九個の餅、前述の高知の大月町では、土曜豆、長崎県では土間、灰、燃えさしの焚き木を投げ込むという。また高知では、わしは土左衛門だと言って自分が、船幽霊の仲間と言い張ることで追い払うことが、 できるとも言う。愛媛では、マッチに火をつけて投げることで、船幽霊を退散させたという。竹原春仙が、絵本百物語より、船幽霊江戸時代の奇談集、絵本百物語では、再開に現れるという船幽霊を、平家一門の資料としている。平家は、壇の浦の戦いで滅びたことで知られるが、関門海峡の壇の浦、若目狩間の沖では、 甲冑姿の船幽霊が現れ、ひさげをくれと言って、船に取り付いてきたと言われる。飛車区を貸すと船に水を汲み入れられるので、船乗りはこの海を渡るにあたり、湾の底を抜いて備えておき、船幽霊にはそれを渡してしのいだという。ある時に霊を憐れんだ奉仕が放映を行い、この会議は失せたという。江戸時代の知識人、山岡本隣は会場に、 火の玉や亡霊が現れる、船幽霊についても、趣旨の朱子学を霊に持ち言及しており、恨みを抱いて死んだ人が復讐を、果たしてなお暴魂を残している霊をいくつか挙げ、火曜のこと常に住人並みにあることには間違らねども、たまたまは、ある通りにして、こしの書にも、折々見え待てると結論している。煙は手に取れないが、積もって、すすになれば、手に取れる。気は 質の始めであり、気が滞って、形を成したり声を生じたりするのを幽霊と呼ぶ。もっともこの幽霊も滞った気が散っていくに従って、消え失せるとしている。1954年に戦後最大の海難事故とされる東山る事故が起きた後、事故後に就航した連絡船のスクリューに奇妙な傷跡が見つかるようになり、事故の犠牲者が船幽霊となって、 スクリューに爪を立てているという噂が立った事例がある。この船幽霊は海ばかりか陸にも現れたといい、北海道の七重浜で夜中にタクシーに乗った全身ずぶ濡れの女性が目的地に着くと姿を消し、遠山の幽霊と噂されたという。また、青森駅では宿直室で寝ていた職員が窓ガラスを叩く音で目を覚ましたところ、窓ガラス越しにずぶ濡れの手が見え、 東山丸の犠牲者が救いを求めていると慌てて逃げ帰り、翌朝にはその窓ガラスに手形が残っていたという。また1969年には神奈川県の海で白い人影のようなものが目撃されて被赦をくださいと声が聞こえたと言われ、大学のヨット部の遭難した部員が沈んだヨットから水を汲み出したがっていると言われた。民族学者、花部秀夫によれば、 船幽霊の出現は、風雨や濃霧の晩、急に天候が悪化した時に、多く、こうした状況下では、事故が発生しやすく話に、現実味が加わり、不気味さや不安感をかき立てるため、わずかの回意も伝承の枠の中に組み入れて、幻影、幻想を現実として語ったりするとされる。出現時期に盆が多いのは、精霊線のイメージと重なるためとされる。 しかしその根底には、祀られることのない水死者の霊が浮遊していて、船幽霊に化して現れる、資料信仰があり、盆や大晦日あるいは特定の日などの金曜日に海に出てはならない、また近づいてはならない海域に出現する、などの近畿を犯した場合の戒めにあるとしている。船幽霊が船に取り付いて、動きを阻むとも言われるが、これは現代では、 ある程度の科学的な説明がなされており、内部波による現象とされている。例えば、大河の河口に近い海域では、その影響により、塩分濃度の小さい水域ができるが、塩分濃度の低い水は、比重が軽いので通常の海水の上層部に滞留し、しかも双方の水は、簡単に混じり合わず、はっきりした境界面を形成する。その境界面付近に、 船のスクリュープロペラがある場合、いくら回転させてもエネルギーは、水の境界をかき乱し、内部波を作るだけに消費されて、結果として、船が進まなくなるというものである。極地方で氷が溶けて、海水中に流れた場合にも、同様の現象が起こることは、極地探検家の南線も記録している。このように、塩分、水温、水圧などによる海水の密度の変化に伴う、 内部派が船の前進を妨げるという説が唱えられている。稲田河瀬、福島県沿岸。稲田河瀬と戦場の人に話しかける。稲田とは船で用いられる被赦のことで、これに穴を開けて渡さないと、たちまち船に水を入れられて沈没させられてしまう。紫島根県大木郡つま村。この地では、潮の中による光虫が光っている様子を逃がしよと言うが、 その中にぼーっと光りながら丸く固まっているものがムラサである。船が上に乗りかかるとパッと散らばってしまう。また夜に突然にして海がチカッと光って明るくなることがあるが、これはムラサに取り付かれたためであり、竿の先端に刀や包丁をつけて海面を数回切ると良いという。夜走り山口県阿部郡愛島。船が白い方を巻いて走ると、 一緒に走ってくる。灰を撒いて、音を立てると退散する。うぐめ長崎県平戸市、熊本県五所浦島などの九州地方。船がこれに取りつかれると航行が阻まれるといい。平戸では、風もないのに突然小舟が追いかけてくるとも言う。九州西岸地方では、この会議を避けるために、平戸では灰を放り込むといい。五章浦島では、怒りを入れるぞと言いながら、石を投げ込み。 それから怒りを放り込むという。タバコを吸うと消えるとも言う。赤鳥をくれと言って現れるとも言い。赤鳥の底を抜いて渡さないと船を沈められるという。迷い船福岡県恩河郡道県宗方市、金崎。盆時期の月夜の晩、海に小舟の姿となって現れるもの。海貨が現れたり、人の声が聞こえることもあるという。亡霊安佐千葉県銚子市、海上軍。 霧の深い日や湿気の日に、漁船の元に現れる、船幽霊で、海難事故の水死者の霊が仲間を増やそうとしている、ものと言われる。猛蓮、安さ、猛蓮、安さ、稲が貸し生との声が船に近づき、突然海から、飛釈を貸せと手が飛び出すが、やはり飛釈を貸すと船を沈められるので、そこを抜いた飛釈を渡すという。猛ンは、亡霊、稲がは、車釈の意味で、 安里は船を漕ぐ掛け声。妖怪漫画家、水木しげるの著書での表記は、猛霊八無後であり、水木の出身地、鳥取県境港市では、この猛霊八無後を沈める祭礼も開催されている。三崎詳細は、内部リンク先を参照。福岡県などでは、船幽霊の一種とみなされている。な猛霊岩手県九古郡宇村小袖に伝わる海に、 出没する黒い船と共に現れる妖怪で、死刑の時などに海をよこせと無理を言うが、返事をしたり、海を貸してはならないとされる。競林万録の記述として、服敵して死せる者の鬼を吹く船木ということ、海外海や,やかしきに見たりととあり、日本人によって船幽霊にあたる海意が中国にもあったことが記されている。また、中国には、帰国などの海という海意の伝承があり、 はげた怪物が船を転覆させようとするとされる小説ありがとうございます。